どうも、くまです。今回は、プラクティス超級ビショップのイリスにチャレンジしていこうと思います。ん？プラクティス上級じゃないや。プラクティスの超級の2か。で、使っていくデッキはアグロネクロになりますので、動画説明欄にデッキ等がありますのでご視聴いただければ幸いです。それでは、行ってみましょう。まあ、プラクティスには弱いな。ああ。それは確実に言えるわ。弱い。さて、高校なんで、ウルズだけ残しときますか。聖なる願い、1ターン目から動いてくるのは2では珍しいね。まあ、こっちもスケルトンファイターで。あ、てか、イリスはアグロネクロってか、ネクロ天敵やん。忘れてたわ。まあいいや。ドローメック。さあ、どう戦っていこうかな、じゃあ。気高き距離で、カウントを進めてくるか。じゃあ、闇出して。まあ帰るけど。さてどうするかな。まあウルズ進化もあるんで、とりあえずチャレンジでこいつを切ろうか。あー、やっぱそっち行っちゃうか。定めの輪から逃れ断りを知りません。あれ？今スケルトン殴った？まあいいや。天喰らう清流。スレッジで二除去はつらいね。ただスレッジはそんな強くないんでね。どうしよっかな。一応除去っとくってのも一つの手だよな。一応除去っとくか。聖者ってうるさすぎ。暴れないでください。で、リッチが出て、スカルビーストも出して。トラちゃんが出て、うわぁ、うぜぇ。気高き距離進化で、リッチを買ってくると。さあどうしよっかな。ケルが来たね。ケルが来たけどさ、ここ横に並べた方がいい気がするね。で、進化圏切っちゃって。残り8点と。聖なる願い。なんかちょっとラグいな。一匹、うーわー、シャドウリーパーそこで切られる。気高き距離。で、2枚目を除去される。ふふ。当たるねー。でもこれは勝ちっすね。うん。これで勝ちが確定と。OK。よしよし。これでプラクティス全部制覇しましたね、超級に。まあそんなに強くなかったな。うん。それではご視聴ありがとうございました。